荒金鉱山は、鳥取県岩見郡岩見町荒金に存在した銅鉱山。岩見鉱山とも呼ばれる。旧日本工業株式会社によって採掘が行われていた。劣化重点型鉱脈交渉で銅のほかに金、銀、鉛、亜鉛なども産出した。六百九十八年に、ここで採掘された銅鉱が、朝廷に献上されたとの記録があり、記録上では、 日本最古の銅山となる。1889年に銅の路頭が発見されて、以来、大きく発展した。1926年には、山陰本線岩見駅と岩井温泉、荒金鉱山を結ぶ岩井町駅道も付設された。鉱山の繁栄の一方で、鉱山から流れ出た鉱毒は、小田川を汚染し、魚の住めない、死の川へと変えてしまった。 1943年9月10日、鳥取地震発生。大量の高齢を集めていた園庭が決壊し、65名が犠牲となった。1955年11月15日に閉山となった。1943年9月10日に起きた鳥取地震の際に、大量の高齢を集めていた園庭が決壊し、約4万3千立方 M の高齢が流出した。デイリューは 延定直下にあった朝鮮人労働者の販売や荒金集落を直撃し、朝鮮人労働者とその家族28名と日本人37人の合計65人が犠牲となった。鉱山労働者や地元住民は2ヶ月にわたって遺体の収容作業を行ったが、現在も32から33名の遺骨が皇帝のもとに埋まったままになっている。特に朝鮮人労働者の販売は、 限定直下にあったために、泥流の一番下に埋まっていると考えられ、発見された朝鮮人犠牲者の遺体はわずか2体のみだった。荒金鉱山事故の犠牲者の供養等1948年に日本工業株式会社によって、鳥取地震の際の大事故の慰霊碑が混流され、地元住民たちによって、毎年9月10日に慰霊祭が開かれるようになった。 1972年以降は、荒金鉱山に眠る、韓国、朝鮮人、日本人を祀る会の関係者や地元住民によって、慰霊祭が行われてきた。1988年には関係者の努力によって、犠牲者の祖国を延望する位置に、慰霊碑が移築された。1990年、皇帝から掘り出されて、地元の寺に収められていた。 朝鮮人犠牲者1名の遺骨が韓国の国営墓地、傍教の丘に納骨された。1990年代になると、在日本大官民国民団鳥取県本部と在日本朝鮮人総連合会鳥取県本部が共同で模試を立て、朝鮮の伝統的授教式に則っ,った祭祀を行って事故の犠牲者を慰霊するようになった。 1997年の55回期からは5年に一度の共催となったが、事故を風化させたくないとの思いから、韓国民団が単独で開催する年もある。岩見町出身の社会主義運動家、村上義蔵は、荒金鉱山の鉱毒問題解決のため尽力した。現在、高排水処理事業が行われており、鉱山から流れ出る、 共産性の水を科学的に中和して水質を改善し、共産性水や有害物質などが環境に与える悪影響を取り除く取り組みが行われている。地元の小田川、荒金川に魚を蘇らせる会が治魚放流などを行い、現在は鮭の素状も見られるようになった。大雪港入り口から200メートルまではコンクリートで、 補強整備されており、校内を見学することも可能である。かつての死の川よみがえり、先訴上住民の稚魚放流が実る朝日新聞、2017年11月18日。ありがとうございます。